与座翼ね多かったですよ。与座翼の今のポジション美味しくないですかって書いてあるんだけども美味しいか美味しいか。ですね、結局あの与座翼さんというのは大丈夫ですね、皆さんご存知ですね。秒速で1億稼ぐ、あ、やっぱり誰知らねえというのがありますね。与座翼さんっていうのはですね、電車に乗るとよく広告が出てるんですけども、秒速で1億稼ぐ方法みたいな形で本を出してる人ですよね。で、その人がですね、かなりですね、ぽっちゃりしてて見た目が本当に子供みたいな人なんですよ。でその人がもう2代目ホリエモン襲名ですよね。人生は金やとか、金で買えない快楽はないでとか、俺はこんな美人を連れてウハウハやでみたいなものを全面押ししてたのが、いきなりブログとかフェイスブックで、うちの会社倒産しました、もうすごく反省しました、それどころかもう今後金持ちのふりをしなくて嬉しいですみたいなことまでカミングアウトしたので、何ですかね、この速さっていうか、この秒速の切り替えがですね、小倉優子ですらもうちょっと踏ん張ったじゃねえかと、コリン星踏ん張ってないかと。つまり、僕与座翼金ありますウハウハウハ、それが倒産しましたで、それは構わないんですよ。でも倒産してから金を持ってるからといって幸せとは限らないとかですね、あとは今後こんな金持ちのふりをしなくて楽になりますというところまでいっぺんにですね長い文章で書いてるから、いや、ホリエモンの多分その金持ちから刑務所入ってその後ゼロっていうやつを見て、それなりに、あ、こういう時は正直にカミングアウトがいいなと、その戦略自体は賛成なんですけども、一つの文章でやらなくても俺いいと思うんですなんかね、それはね、小倉優子がね、一応キャラのブレに悩むという期間で、多分小倉優子あれで3年引っ張ったんですよ。コリン星だって言ってから、コリン星に関しては私も悩んでるんですとか、いつまでもコリン星って言わないでくださいとか、いや本当はシメサバが好きですとかですね、いろんなこのものを試してやって、3年ぐらいやってからようやっとこう裏返ったんですけども、今回ね、与沢くん早すぎると思うんだけどねまあでもそこら辺あたりがこう秒速っぽくて、こう好きは好きですね。破綻しましたが税金払えなくて倒産というのがよく分かりませんって書いてあるんですけど、これは税金っていうのはですね、その前年度の売上というか利益に対してかかるんですよね。なので、倒産しないとですね、法人税の税金っていうのはですね、法人が存在している限り払わなきゃいけないです。でも法人が倒産しちゃえば、まあ払わなくてよくなるというふうに考えたんでしょうね。それで倒産させたんだと思いますので、これ自体あんまり不思議なことじゃないです。